皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。今日紹介するおもちゃはこちらです。バンダイより発売の SDX フルアーマーナイトガンダムです。はい、このおもちゃは新発売のものではなくて2009年に発売されたものになっています。今2017年なので8年前のおもちゃになります。これは本当に直撃世代の人にはたまらないおもちゃなんじゃないかと思います。で、この SDX っていうのフィギュアですね、こちらはプラモじゃなくてフィギュアなんですけれども、知ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、2008年から始まった新しいバンダイのフィギュアのシリーズになってまして、重量感、オプション、可動&スタイル、そしてギミック、この4つをですねコンセプトに置いた新時代の SD フィギュアということで、2008年から今現在2017年も続いているバンダイの SD ガンダムをテーマにしたフィギュアになっています。ちょっと前置きが長くなってしまうんですけれども、この SD っていうのはですね、このスーパーディフォルメというのを略したものなんですけれども、今からおよそ20年ぐらい前にあった SD ガンダムというシリーズが、バンダイのプラモやいろんなおもちゃのシリーズがあったんですけれども、主に元祖 SD ガンダムというプラモデルですとか、元祖 SD ガンダム BB 戦士というシリーズがあったんですが、20年ぐらい前にですね、それが終了となってしまったんですね。その SD ガンダムというのは、このナイトガンダムですとか、いろんなですね、武者ガンダムですとか、コマンドガンダムですとか、リアルタイプのガンダム、機動戦士ガンダムから続くガンダムのシリーズを元ネタにして、いろんな世界でメカ、ロボットではなくて生きているガンダムというのをですね、メインとしたストーリーというのがあって、今でいうトレーディングカードのようなですね、カード出すというものですとか、ゲームとかプラモとかいろんなところでですね、バンダイの新しいリアルタイプのガンダムとは別のですねシリーズとして展開していたんですけれども、この SDX のシリーズが始まった2008年になるまでですね、元祖 SD ガンダムというプラモのブランドというのが、シリーズというのが終了してしまっていました。その間というのは BB 戦士などは続いていたんですけれども、元祖 SD ガンダムというのはこの SDX が復活するまではですね、ちょっとバンダイの中でも終わっていたシリーズになっていたんですね。で、その元祖 SD ガンダムの世代の人たち、僕も含めてなんですけれども、その人たちがですね、大人になったような、働き出したような年代になってですね、この SDX が復活、プラモではなくてフィギュアという形で、完成品フィギュアという形で復活しました。本当にですね、ガンダムのファン、SD ガンダムファンの人たちにとってはですね、待望のシリーズだったかと思います。で、これはですね、この SDX、フルアーマーナイトガンダムというものなんですけれども、これは SDX のシリーズの中では、第2弾目の商品となります。第1弾目というのは、この、ナイトガンダム。同じナイトガンダムなんですけれども、ちょっとバージョンの違ったですね、当時ホビージャパンというですね、プラモとかホビーの載ったですね、月刊の雑誌があるんですけれども、それと、タイアップした列伝版というものがありました。ナイトガンダム列伝版というのがですね、この SDX のシリーズの一番最初の商品になっています。同じナイトガンダムではあるんですけれども、このナイトガンダムというのは原作のオリジナルに近いものになるんですが、その列伝版というのはちょっとですね、アレンジの効いた感じの商品になっていて、僕も持っているんですけれども、ちょっとそれはマウンテンサイクルからは出せなかったので、今回はこのフルアーマーナイトガンダムをご紹介したいと思います。早速パッケージを見ていきましょう。このフルアーマーナイトガンダムというのは、SD ガンダムの中でもですね、メインのストーリー、主にですね、カード出すというトレーディングカードのようなカードの
中で展開されたお話に出てくる主人公になります。このフルアーマーナイトガンダム、これは三種の神器と呼ばれるですね、鎧や武装をですねまとった姿になるんですけれども、通常の状態というのがこちらのものになります。これがナイトガンダム、そしてこちらがフルアーマーナイトガンダムで、今回のこの商品というのはこのナイトガンダムとフルアーマーナイトガンダム、この2つの形態というのをコンパチで再現できるようになった商品になっています。ここに書いてあるのが今回のオプションのすべてですね。この鎧をまとった状態でも他にこういった通常の状態の装備や他にも武器、いろいろですねオプションがたくさんなフィギュアになっています。箱の正面はこのようにマジックテープで開くようになっていて、このように中身が見えるような作りになっています。そしてこちらにはイラスト横井浩二と書いていますが、そのカードダスのイラストのデザイナーである横井浩二さんがこのように書き下ろしのイラストを書いているんですね。この2つのバージョンを書いていたり、いろんな装備をまとった状態の写真がたくさん貼ってあります。箱から出した状態はこんな感じですね。2段のブリスターに入っていて、上の方には本体とオプション武装ですね。そして2段目はこの台座ですね、専用の台座とあとはバックパックやマントなどが入っています。説明書は2色刷りで、このように写真で説明が書かれています。細かいですね部分も見やすくなっているようです。それでは今回はですね、ちょっとこの商品に関してはオプションパーツが豊富にあるので前編後編というふうに分けて動画を作りたいと思います。まずはですね、この通常の状態のナイトガンダムの武装やこの STX の素体などもじっくり見ていきたいと思います。そしてパート2の方ではこのメインのフルアーマーナイトガンダムの武装や装備を見ていこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは、ブリスターに入っていた状態から最初のフルアーマーナイトガンダムのアーマーを取り外した状態と、あとは通常のナイトガンダムのパーツになります。こちらがナイトガンダムの鎧や装備、そしてこれはフルアーマーナイトガンダムとナイトガンダムの共通の目の表情パーツや手首パーツになります。ではまずはこの SDX の素体を見ていきましょう。今この状態はこの顔以外の外せるパーツ全てを外した状態になります。顔をちょっと外せるんですが、外すとこんな感じですね。中のこの首の造形が見えます。この首の可動はこんな感じになります。顔をはめるとこんな感じですね。この胸元がナイトガンダムのモデルであるガンダムマーク3の胸元がしっかり造形されています。本当にですね、これは STX はアクション可動もですね充実しているものになりますので、各部関節やですね可動域というのが素晴らしいです。足裏の造形というのもしっかりありますね。足もこの SD 体型ながらしっかりと根元から自由に動かせます。いろんなところがボールジョイントや可動軸が入っているので、本当に楽しく動かすことができます。片足立ちもできます。足のここの底の部分が金属パーツで合成されていて、この素体でもいい感じの重さを感じることができます。手首にはこのような
軸可動がついていて、このように自由に動かすことができます。目の表情パーツは先ほど顔を取り外したように、外してから他のパーツをつけて、このマスクの部分だけは外して取り替えるというような感じですね。これはちょっと左を見ている表情です。右を向かせたり笑ったり、目が点な表情もつけることができます。ではこの素体の方にアーマーをつけていきましょう。このチェーンメール、鎖片びらのようなものは後頭部に、ここの位置につけて、あとは下からいきましょう。まずは前だれのパーツをつけて、後ろのリアスカートの部分、そしてサイドアーマー左右につけて、これが下半身ですね。それからこの胸のパーツ、これは金属のパーツです。ちょっと軽めですね。そんなに重くはないですけど、ひんやりした感じがあります。これをつけて、次は手首のパーツ、このへこみの部分につけていきます。そしたら今度は肩、ここのジョイント受けにこのパーツ、肩にも金属パーツが使われています。ここですね。反対側もここにつけて完成。あとはヘルメットを BB 戦士の兜をかぶせるような感じではめてあげたら、ナイトガンダムの完成です。背中にマントを取り付け、武器用の手首に取り替えることでちゃんと武器を持たせることもできます。シールドにかけてあるソードはちゃんと抜き出すことができて、これも専用の持ち手に持たせることができます。兜の後ろにかけてある電磁スピアはちゃんと抜き出すことができまして、専用の手首に変えればちゃんと構えることもできます。電磁スピアの先端はナイスパーツになっているので、当たっても怪我する恐れはなさそうです。本当にあのカード出すの中から出てきた感じでめちゃくちゃかっこいいですね。電磁スピアをかけているこの部分は取り外すことができます。マントも取り外すことができて、このリアアーマーを取り外して、ここにこのバックパックをつけてあげると、こんな感じですっきりした感じになります。後ろのバックパックは軸を動かしてあげると、このように足のような形状ができて、設定通りケンタウロス形態にも変形できます。マスクのここの部分はちゃんとバイザーを下ろすことができます。はい、ではこのナイトガンダムの通常の状態でのですね、装備というのはこういう感じになっています。ではこの後はいつものようにいろいろポージングつけて遊んでいきたいと思います。
はい、それではいろいろポーズなどつけてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。本当にナイトガンダムの完全版といっても過言ではないこの SDX のフィギュア。今回はこの SDX フルアーマーナイトガンダムの通常版のナイトガンダムの装備ということでレビューをいたしました。この後後編でですね、フルアーマーナイトガンダム、この3種の神器をまとった状態と残りのオプションパーツなども合わせてご紹介しようと思います。それでは今回の動画は以上となります。この動画に関するご意見やご感想がありましたら、ぜひお気軽にコメント欄にご記入ください。後編のフルアーマーナイトガンダムのレビュー動画もぜひご覧ください。それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。クロウでした。さよなら、バイバイ。